はい、プリティプリンセス続きからやっていきたいと思います。前回ね、欲しがってた服をゲットしました。なので着せております。そして髪色も変えました。メイクは地味に変えましたすごい地味にね、なんか今まで紫を多分前回まで使ったのをちょっと黒とか茶色系にしたよっていうぐらいですね。で、今回はですね、とりあえず、まあ、なんか新しいエリアを作るのも作りたいけど、とりあえずちょっとランクを上げて、とりあえずですよ、エンディングにたどり着きたいなと思って、やっぱりなんとしても、なんなら私は今年中にちょっとエンディングにたどり着きたいので、そのね、11月も終わりが近いですよ。なのでちょっと何度かエンディングだけ見ておきたいなということで、結構ね、その材料というか、まあ、いろんなものを集めるっていう作業を一人夜な夜なポチ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 と壊れたジョイコンを触りながらやってたんですけど、でちょっとだけなんで、あれですよ、みんなの欲しいものをちょっとだけあげました。なんかその時に持ってたものを、なのであと2,000〜3,000ぐらいでいけると思いますね。ロード長くない？いや、なんかそうだね、長いね、ちょっと。はい、ロードも終わりました。なので、まずはですね、ちょっと一旦喋りましょう。はい、現状こんなもんですね。あと2,899で15になるよと。で、15にしたいよねっていう時に、このなんかね、まあ、要求されるものが、そのまあ報酬がいいからね、もう仕方ないのかなと思いつつも、結構本当に、割とまあ冗談じゃないって感じのちょっと変えたところとか見ていきますか。この辺にブルーベリー植えました。なんかリンゴの木がねあって、もともとでリンゴの木を切るつもりはなかったの。なんか本当はみかんの木を蹴散らそうと思ったら、リンゴの木を全部蹴散らしてしまって、そんな感じですね。この辺は特にまあたくさん野菜収穫したよぐらいで、そう、麦がねあんまりないんですよ。でも卵も使うじゃない、結構。なのでまあ卵取りつつ、この辺もね、ほんともっと可愛くしたいよね。ね、牛さん、そう思います。あのね今ね、あれなの、鱗粉が結構枯渇してきちゃってて、鱗粉使いすぎ。牛乳もいっぱいいるよねって。よし。で、この服可愛くないですか？と、この髪色可愛くないですか？なんかね、なんていう髪色だったかな。うわ、もう砂糖とかないんだ。終焉だよね。さすがに終焉でしょ。いや、砂糖と塩がマジでなくて今、作りなさいよって。まあ、それはそう。本当にね。それはそうですよ。じゃあ、とりあえず、向こうの方にある、ご飯とかのエリア見て、ここにもね、チーズ作りすぎ、ほんと。いいんだけどさ。なんか作れるもの作っとこう、とりあえず。サバ寿司。どうですか、サバ寿司好きですか？私はサバ寿司はあまり、まあまあまあって感じですね。はい。ブルーベリージャムとかも作れるようになったから。どうしよう。塩。醤油、塩塩必要だからね。ちょっとこの辺は一旦取るだけにして、なんかさっきさ、要求してきてる中にあった、これブルーベリーマカロンでもう一個作れ、おお、作れるブルーベリーマカロン、ドーナツとかいるかな、作っとくか。あって困るもんじゃないですからね。
ブルーベリーヨーグルト。うん、美味しいんじゃない？わかんないけど、美味しくないことはないよね。うん。くらいですか？あ、リンゴ飴いっぱい作ってる。あそこに置いたさ、あのなんかでかいやつあるじゃない？なんかあの、なんていう生き物かわかんない。あれ、あれさ、不意にこ、ちょっと待って、めっちゃ飛んでる。なになに、今リンプないから、ありがとう、ありがとう。はい、ありがとう。はい。いや、赤とかは結構あるのよ。あの、白がもう本当にゲームオーバーなぐらいなくて、白い蝶を見かけたらもう鬼のごとく追いかけてるんだけどね。あんまいないのよ、白は。茶色とか黒はいっぱいいるんだけどね。特にこの辺何も作ってないし、色、あ、ここにね、大量の砂糖、砂糖マン、ここも砂糖しか作りません。はい。あとは、あの、ハロウィンエリア前作ったあそこに、あれを置きました。あの、ブルーベリーの木をたくさん植えました。なんか、ブルーベリーって、可愛いかなっていう。もう、理由は安直ですよ。可愛いかなっていう。そうそうそう。なので、それぐらいですかね、変わったところは。よし、これ結構いけんじゃない？どう？いける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 。これいけるのでかくない？ 320、 あ、508。はい、どうぞ。寿司3貫は求めすぎよ。あ、違う、2貫乗ったのが1皿だから、え、結構食べるね。うん、どうぞ。お花も地味にね、枯渇してきてて、結構植えましたよ、私。どうぞ。いや、いいよ。もう1000いってるからね。良いんじゃない？良いんじゃない？あー、ちょっとプリンね、作ってないから断ろう。うん。メンゴって。意外といける？あー、いける。あー、花なくなったね。意外と花もなくなるんですよ。うん、あ、ドーナツ。はい、もう1000切ったよ。すごい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 、調子よ。うん、え、はあ、いったんじゃない？よし、良いじゃないね。え、やっぱ私が一番可愛くないですか？あ、太陽パフュームのレシピ、太陽パフューム。はい。はい、来ました。はい。この入荷したお花だわ。すごくない、ローラ、強。あ、プリンセスケーキの材料であるフルーツタルト、生クリーム、パンジーの花冠。パンジーの花冠。太陽パフュームが、揃っているのね。やったわね。すべての材料揃えてプリンセスケーキを作りましょう。うおー、作りましょう、作りましょう。待って、材料何がいるの？はい、ちょっと待って。まず花が必要なんだよね。何の花なんだろう、これ。なるほどね。確かにチューリップなかったね。なんかすごいオーソドックスな花なのにね。言われてみればって感じ。ぐらい？あとは大体ありますもんね。ごめん、何が、
生クリームがまず必要なんでしょう。生クリーム、ちょっとそっちで生成してこよう。生クリームと、なんかパフュームでしょ生クリームと、待って。私、今のところ現状持ってる材料何もないと思う。なんか、花冠どれ？パンジーのやつでいいのかな。これ6個持ってますよ。夢川じゃないよね。これ太陽のパフューム。これ何？何が必要なのこれ。チューリップだ。チューリップの白と黄色があればできますよ。これ可愛くない？夢川パフューム。OK, OK. じゃあ、まあ、チューリップ植えてくるわ。ちょっと。で、生クリームが、多分、生成できると思うんだよね。砂糖あるから。ちょっとここお願いしすぎ？あ、生クリームここじゃなかった。ごめんなさい。そうだよね。ごめんね。ここだ。ここで生クリームを、とりあえず2個ぐらいお願いしといて、で、なんだっけ、あと。必要な材料多くないですか？作ってないです。まだ持ってないよ。ちょっと待って、プリンセスケーキの作り方だけ教えてほしいよね。うん、いいや、じゃあとりあえず、植えてくるわ。とりあえずチューリップ植えよう。そうだね。花畑的にはですよ。花畑的には、何取ります？そうね。まあ、この上の段じゃ消し積みにしましょう。ひどい。全部収穫します。はい。ただ、チューリップさんがさ、果たして、何分なのか。5分だよね、多分花だから。決めつけマンですけど、うん。いや、なんかそのエンディングをとりあえず見たいという私の思いはいよいよ叶いそうですね。うん、エンディング見てしまえば、その後はもう本当に、まあなんだろう、マイペースに、まあ、可愛くできたらいいなぐらい。多分、ランク自体は多分15以上もある。どうなんだろう。それも後で見に行かないといけないね。チューリップ、チューリップ。チューリップ、チューリップ。行くわよ。やっぱ5分ですね。はい。よいしょ。なんだかんだこのゲーム発売したのいつでしたっけね。結構もう経ってますよね。うん。果たして続編は出るのかっていう。どうなんだろうね。でも1個目からさ、2個目までの間がすげえ空いてるから、なんか忘れた頃に来そうだよね。うん。黄色。植えづらいのよ、ここちょっとね。うん、まあ、これが出来上がるまでに、ちょっと他の必要な材料をなんとか全部集めておきましょう。生クリームはもう大丈夫だから。うん、あと何が必要？何がいる？よいしょ。OK。じゃあ、その間に、ちょっと待ってよ。そういえばね、ここ見てないなと思って、チャレンジ、1年生。ほら、いろいろあんのよ。そんなにも収穫してんの、私。そこにびっくりしております。はい。卵100個作ろう。オリーブグリーン、いいね。これもだ。いいね。これも？はい。まだまだある。これかわいい。ね。良いじゃない、良いじゃない。何これ？
ゴージャスキュリオ青。へえ。貝殻ソファー青。いいね。え？乙女なライトグレー。乙女？コンプリートだって。よし。私全然挨拶してないんだね、こう見ると。え、まだびっくりマークある。なんか見逃してました、私。どれだ？え？あ、これだ。あ、これもかわいい。うん。ちょっとヘルプにあります？作り方。ないよね。多分ここにあるヘルプって本当にさ、オーソドックスのヘルプでしょ？そうだよね。図鑑かわいい。ちょっと待ってよ。ちょっとお待ちになってよって。え、てか大体さ、どこで作れるの？それって。あのケーキ作れる、あの建物で作れるのかな？そうだよね。そこまず見に行かなきゃ。ここでいいのかな？ある。これをまず作んなきゃいけないのか。はい。これはもう作れるからいいとして。で、生クリームでしょ？今作ってます。で、なんだっけ。太陽パフュームはこの後花出来した。あ、いける！これいけるぞ。今回の動画中に多分いけます。まあ、ちょっと尺がね、ちょっと長くなっちゃうかもしれないけど、生クリームあ、できてるできてる。よし。まあ、いよいよだよ。そうだよね。そもそもさ、我々そうだよね。ケーキのためにこう来てんだもんね。ちょっと目的私も忘れたわ。よいしょ、よいしょ。で、生えたかな。何？まだだと？でももう1分だよ。もう撮る準備するね。早くない？撮る準備するからもう。スタンバっときます。あの、パンって生えた瞬間、ペッて撮るぐらいの勢いで。うん。もう一回ぐらい巻いときたいしね。そうだね。初めてかもしれない。こんなスタンバイして待ってるの。シュッシュッシュ。ムーンウォーク、ムーンウォーク。うまくない？もうちょい。3、2、1。向こうが先？え？よいしょ。え、テンポ感良くない？ねえ。めっちゃテンポいい。あれ？すいません。はい。あ、そっか。種を切り替える時間が発生してるからちょっと遅いんだ。そっか。よいしょ。なんかチューリップかわいいね。とチューリップ植えとこう。はいはいはい。確か黄色がいっぱい必要なんだよね。このさ、1とさ、これ最大5ぐらい取れたりするじゃん、一気に。その差ね。うん。はい、いただきます。1。はい。あ、じゃあ植えるの後にするわ。ちょっと待ってね。先に、Perfume に変換しなきゃいけないから、その作業をちょっとしてこよう。ちょっと効率的な仕事ぶりじゃない？ね、稀に見るんじゃない？ちょっと。よいしょ。あとケーキ、あれ何分でできるんだろう。それ思った。あの大きいケーキね。太陽パフューム。ついでにこれ作っとくね。欲しい。うん。これ何？なんかないんだけど。え？ない花があるという将棋の事態ね。うん、で、これが、あと2分ぐらい。はい。
多分花植えてたらちょうどいいぐらいかなと思うんで、花植えます。良いね良いね。いや効率的ですよ、このゲームで効率的に動くのちょっと違う気がするけど、まあまあまあ。まあチューリップでいいよね。これがないんだ、ヒヤシンスが意外と枯渇してんだね、うちのところは。まあ言うてでもこの何島ここ何割私は開拓できたんだろうね、全然だよね割合で言ったら。黒い蝶もちょっと欲しいけども今はいいです、うん、はい。そうなんか魚釣りずっとやっててさなんかこのゲームにおける魚釣りってシュールだよなと思って、なんか無限湧きなんだよね同じところに。だから同じところに一生さペッペッペッって投げ続ければ一生取れるからさ、なんだかなと思いながら。よいしょ、さあ終わり、よし。あとはいろんなものが出来上がってくれるのを待つだけ。うん、よいしょよいしょ。まあ、レベル上がったから服とか家具も増えてんのかな、その辺もちょっと見たいですよね。うん、うわできてる、いただき、フルーツタルト。あれあと2分です、意外とかかる。2分か、2分、何しよう、釣りでもする釣りがさ意外と楽しいのよ本当に、シュールでね。マグロやっぱ片手で釣り上げるところを見るのが私は好き。うん、なんか作ったっけ、そういえば拾っとこう。はい、ドーナツと、はい、よいしょよいしょ。待ってると長いのよね待って、白いやついる白いやついる白いやついる、絶対欲しい絶対欲しい。はい、よし。ほらね、白いリンプマジでないの、しかもこれでも捕まえた方っていうね、結構探してて。うん、この辺に多分魚いるよね。よし、ほら、あ、上にもいるわ、上でやればよかったかな。何が欲しいですかって言われたら、私ちょっとマグロが映え的にはちょっと、あ、うん、まあいいですよ、サバだってね。あ、そうそう、この辺この辺めっちゃいるからさ、とりあえずもう入れれば入れ食いみたいな。鮭ね、はい、どう見ても砂浜をね泳いでるのよこいつら。大丈夫なのこれ、ほら見て、死ぬと思うのよ酸素がさ、君たちさ、うん、鮭ばっかりですね。そろそろどうだろう、よいしょ、ここじゃないここじゃない、あと30秒、30秒、うーん、そうね、私がひたすら花をこう回収したり植えたり、あとまあ野菜を回収したり植えたりしてるときに、一生同じ何ウサギに邪魔をされたってエピソードでも話すずっと喋りかけてくんの、邪魔よって言ってもね、もう一生いるの、その子がねちょっと嫌いで嫌いでと言って、わかんない、名前なんだったかな、なんか紫色の服を着た子だった気がするんだけど、なんか一生邪魔してくるのよ、なんなのあんたと思って。来たー、ダン、あ、てっきりもっとかかると思ったら、これも5分で作れるんだ、へえ、ありがてえ。
ね、ただただありがてえ。じゃあちょっとアイテム見ようかな。これも時間経過しますからね、うん、何か増えてんのかな。建物はないよね、うん、あ、え、かわいい百合の花瓶。うわ、ちょっとか、あ、悩むね。ちょっとかわいいね、でも。この辺はね、まあまあって感じだけど。そうだね。まあまあ、これもね。俺も意外と普通か。ここは、何これ。あ、スパイスセットね。ね、あの布のこの袋が赤いのちょっと怖くない？なんか染みてんのみたいな。何がとは言わないけど、うん、ちょっと怖いよね。あ、いいね、オーソドックス。なんか一番使い勝手いいのはきっとこの色だよね。あ、何これ、でかいんだろうな。あ、でも、あ、これかわいいね。あ、おまるスワンベンチだって言ってんだよね。おまる。そうね。うわっ。無条件。うん、今のは無条件でしょ。あ、お菓子のタワーピンク。え、かわいいね、ピンク。へえ。ワンダーのオブジェめっちゃかわいい。はい。いただきます。そうだね。あー、でもいいね、こういうのもあるのいいね。ツリーライトね、買っとくわ。うん、そうだね。あとは、あ、これもかわいいね。ちょっと待って、一番見たいのはでもここかもしれない、その他。うん、え、その他意外と少なくない？あ、もうそんなに増えない、その他。あ、全然増えてない。あ、そうなんだ。ショック。あ、でもこれかわいい色。うん。生活用品はね、まああんまりちょっと使いどころが難しいですから。え？すごくない？ロイヤルなお風呂やばくない？なんかもう、私お金みたいな感じよね。悪質だわ。うわ、これちょっといいよね。でもなんかあれなんだろうね、やっぱまだまだランクあるんだろうな。なんか見た感じ、なんかもっとありそうなラインナップって感じ。はーい、よし、服も見ときます。え、増えてんのかな。今着てるやつより可愛いなったらちょっと考えるよ。うん、これペッツォタイトロイヤルドレス。言いづらいわ。あ、でもすごいショッキングね、色がね。うん、あとこれね。うん、あー、なるほどね。あー、なるほどね。なるほどねって何って感じでしょう。まあそうだね、ちょっと今着てるやつより可愛いのはちょっとなかったね、うん、申し訳ないけど。さよなら。まあでもなんだかんだこのゲームで一番好きな服はあのシスターみたいな服なんだけど、うん、あれが一番最強ではある。あと38秒。はい、 いよいよエンディングが見れるのかと思うとちょっとワクワクしますね。うん、何ヶ月越しよ、本当。よいしょ。ワクワク。ワクワク。え、最後、服着替える？なんか、いや、この服装で終わってもいいんだけど、やっぱり、このゲームにおけるこのゆうたちゃんは、やっぱちょっとこれじゃないんじゃないかみたいな。そうだね。ちょっと着替えようか。これも可愛いですけどね。ええ。いただける？はい、いただきました。プリンセスケーキ。よし。
ちょっと清掃に着替えます。はい、そうですね、トリマー私的にはやっぱり最強なのは結局これだと思ってんの。マジ一番可愛くね。いや、これも好きよ。これがやっぱね、群を抜いてたね。今回のそのいろんな可愛い服の中でも、ちょっと超えられない壁みたいな。あれ、頭はないんだっけ？あそこないのか。で、これか。あれ？そうだよね。ピーター・サイト・シスター・バレッタだもんね。あったわ。ごめんなさい。いや、やっぱ一番可愛い。で、ちょっと髪の色だけ変えさせてください。いや、ブラウンもね、いいよ。ブラウンもいいんだけど、ホワイトやな。あ、これがなんかやっぱゆうたちゃんって感じ。はい、じゃあケーキ渡しに行きましょう。どうぞ。ありがとうございます。おお、ちょっと待って、想像よりはるかにでかいんだけど。え、すごいな。ちょっと待って、そんな映すの？待ってよ、聞いてないよ。できてないよ、なんか綺麗じゃないところいっぱいある。よかった、そこだけね、はい、少し前までは木だけも何もない島だったのに。そうね。あら、すごい、あの画面が重いわね。あら、みんな泣いてるの？あらあらら。今、それほどでもって感じよね。イエイ！イエイ！はい。皆さんが幸せになったとともにキャロットを蘇らせ。強くない？ゆうたちゃんってやばくない？だってさ、城復活させた後にさ、島まで復活させてんでしょ？次何復活させるの？町？何？もう海？いいね、遊べる。新鮮なうちに食べないとね。まあ、確かに。ああ、終わりましたね。なんかてっきり最後なんかあるのかなと思ったんだけどさ、そのみんなでなんていうの、ケーキ食べてますイエーイみたいな、ないのか。そっか、ちょっとそこだけちょっと不完全燃焼。あ、そうなの。まあ、これちょっといつ発売しましたっけ。ちょっとプリティープリンセスね。プリティープリンセス、あ、そうだよね、プリティープリンセスって検索するとダメなんだよね。映画出てきちゃうから。発売日、発売日7月か。あ、じゃあでも意外と、私なんかてっきりなんか勝手に春ぐらいだと思ってた。7月だったのか。あ、そっか。8、9、10、11。まあ、4ヶ月かかりましたけど。ええ。いや、でもこのゲームいいですよね。なんかこう、なんて言えばいいんだろう。なんか一つもこう害がないというか。なんかこうさ、ね。問題なシーンみたいなないじゃない？基本的にはもう常に優しい世界だからね。多分この後多分永久的に遊べる流れになるんじゃないかなと思うんだけどな。
前のプリティプリンセスもそうだったよね、確かね。うん。だから多分今回もそうなるんだろうなって。だからお子さんには素晴らしくいいゲームよね。その、ほら、やっぱ大人はさ、あ、このゲーム欲しい、買おうをさ、頻繁にできるけど、子供はやっぱり何かの時しか買ってもらえないじゃない？誕生日、クリスマスとか。ってやった時に、次のその大きなイベントまで、まあ、長く遊べるだろうからね、このゲームね。え、戻んないんだけど、これ終わったんじゃないの？あ、よかった、ストーリーさすがにあるよね。そうだよ。あ、でも食べてるシーンはやっぱりないのね。うん。お店に戻るとしましょう。あ、ほら、やっぱり、これ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 。キャロットで暮らしは終わりません。ほら。イエーイ。遊んでくれてありがとう。まだまだいろんなアイテムがあるので、ぜひクリア後も島をデコレーションしたり、いろいろ着せが楽しんでください。おお、サフロールいつでも見れるんだ。ということで、やっぱね、永久的に遊べるよね。そうだよね。でもランクもまだまだ、上がるっぽいから、まあ、ここからはトリマ動画というよりは、ま、個人的にやっていこうかなって思います。そうですね。とりあえず、まあ、一区切りつけたかったので、動画としては今回で、とりあえず一区切りということで、ね。よかったです。無事最後まで走り抜けれたもん。うん、あ、そう、4万もある。えぐ。よし、ということで、この辺で終わりますか。ね。はい。よし。ということで、バイバイ、遊べる。はい。せっかくならタイトル戻って終わろうか。そうだね。タイトル画面可愛いですからね。あ、これチャレンジ絶対でしょ。エンディングまで行ったみたいな。じゃあケーキを完成させたみたいな。違うのかな。違ったらどうしよう。ちょっと笑っちゃうよね。え、どれ？あ、これだ。プリンセスケーキを作ってゲームをクリアしよう。何あの見柱の塔って、なんかあれみたい。あの、ラプンツェルみたい。かわいい。ね。よし。セーブします。はい。あ、これタイトルに戻るってあったっけ？タイトルに戻るってないのか。あ、そっか。はい。ということでですね。今回この辺で終わりたいと思います。はい、今回じゃないな。ぐだぐだ最後。ひとまずとりあえず動画でのプリティプリンセスはこれにて、本当最終回ということで、ここまで見てくださってありがとうございました。また、なんか出たらいいね、続編ね。なんか忘れた頃にでも出てくれたら私は嬉しいなと。なんだかんだ好きですから、私このシリーズ。うん、はい。ということで、本当ありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。